っすよこれ。あ、ほんまっすか。あの手の形、手の形っつかダウンとアップって、うん、その平等じゃないから難しいんだよね、はいはい、その手の使い方が。まあそもそもその重力っつうか、その重力に従って下に落ちるのは別に簡単な話だから、それに逆らうアップがダウンとアップで揃わないっていう問題に影響になってるんだけど、それをアップの時のこれを引っ張ってるから、うーん、あとはその手首をこの前は曲げた状態の時に手が下に向くようにしてたんですよ。はいはいはい。今回のは曲げた状態でこう、そう、手がこっちに、こっちにアジャストされてて落ちるみたいな。あ、じゃあだいぶやっぱ違いますね。細かいんですけど。細かいけどすごい。で